はい、トムでーす。今日は江戸時代のお医者さん、江戸時代のお医者さんについてお話ししたいと思います。その前に、僕ね、日々たくさんの雑学やたくさんの投稿の方をしてますので、そのたくさんに埋もれる前に保存ボタンの方をよろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実は今でこそお医者さんになろうとしたらね、医師免許っていうのを取らなきゃなんだよね。その医師免許取るのにすごいみんなね、大変な思いをして勉強するわけよ。ですけど今日伝えたかったのはね、江戸時代はお医者さんには誰でもなれたんですよ。誰でもなれちゃうんだね。ちょっと怖いよね。だいぶ怖いよね。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。